穴の開いてる方上って、うん、そうそうそう実家に来てます。入んないですね。喋れないですね、これね。これがあると、あとこれがあるとこれできないですね。これコロンビアのバッグなんですよね。ですね、旅行に行くと、まあ、大きいバックパックを持っていくのは持っていくんですけど、そのデイリーユースのバックパックをもう一個持っていくのってしんどいんですね。そうすると要は折りたたみのできるバッグが必要になるんですけど、折りたたみのできるバッグもっとちっちゃいのはすごくあるんですけど、ちっちゃすぎるとね、もう一個持ってて破れたんですよ。あまりにも軽量すぎると破ける。これ結構今 iPad とか入れてるんですけど耐えられるバッグで良さそうだったので、ちょっとこれはね今後使っていこうと思って。やっぱり斜め掛けより両方に入った方が腰の歪みとかなくていいみたいなんですね。バッグの方がこんな感じ。いつも自分が持ってる iPad、MacBook でこれプロジェクターが入ります。全然15リットルですね。でここに内ポケがあるんですけど、これを裏返しまして、裏返して全部押し込みます。ここまでなるんですよ。ここまでね、こうやってねカラビナで止まります。カラビナで止まる。ですごく軽いからいいですね。これですね、この素材、レジストレイン&ストレイン。すごく静か。長野です。長野